What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、一歩ラボの田中です。最近ですね、ちょっと自分の部屋を掃除しました。急になんでこんなことっていう感じなんですけど、まあ今まではずっと例えば商品のストックとかいろんな梱包資材とかを全部自分の部屋に置いてたんですよね。広さにして多分10畳ぐらいの部屋だと思うんですけど、まあそこで寝泊まりしたりして、かつ商品の管理とかもしていたんですが、ちょっといよいよ荷物の量が増えてきてですね、息苦しくなってきたんですね。なので一歩ラボ関係のものは基本的にはすべてちょっと離れた祖父の使ってないところにですね、ちょっと借りて置かせてもらうことにしまして、でそこに全部荷物を持っていきました。あ、全部じゃないですね、一部残ってるんですけど、ほぼほぼ持っていきました。そしたらまあ自分の部屋がですね、まあこんなにも広かったんだろうかと思うぐらいちょっとゆとりができまして、でちょっと気持ちがちょっと伸び伸びしてますね。ちょっと改めて自分の過ごしやすい空間作りをしたいなと思いました。今日もですね、ちょっと一人語り第4回目をやっていきたいなと思っていますが、今日のテーマ何かというと、赤い炎、青い炎の話です。これ、そんなメジャーじゃないかもしれないんですけど、聞いたことある方いますでしょうか？これ僕はですね、20代後半の時、まあ、6年ほど東京のシェアハウスに住んでいました。まあ、何箇所かこう点々としたんですけど、一番最後4年ぐらいですかね、住んだシェアハウスが東京文京区にありまして、そこで住んでいた時の話なんですが、仲いい友達が何人かいて、まあグループでご飯とか食べてたんですよね。で、その時にお互いのなんか仕事の話とか、まあ将来の話を、まあ、軽い感じでしてたんですけど、まあその流れで友達にこんなこと言われました。太一くんって赤い炎よりも青い炎のタイプだよね。で、これ初めて聞いた言葉だったんですけど、まあ、何のことかよくわかんなかったんですよね。で、もう少し話を聞いてみると、炎は、こう、赤い炎よりも実は青い炎の方が熱いと。で、つまり見た目はこう、メラメラギラギラしている人の方が、こう、燃えているかのように見えるんだけれども、実は、こう、内面で、燃えたぎってるタイプの方が実は熱いんだみたいなことを聞いてですね、ああそんな考え方があるんだと思ったんですけど、なんか妙にそれを言われた時に腑に落ちたんですよね。なんか青い炎でよかったなみたいなことをなんか思ったんですよね。でちょっと改めて赤い炎と青い炎をちょっと今回ネットで調べてみたらやっぱいろいろ載ってまして、例えば赤い炎はこんなタイプの人だそうです。例えば自分の感情に正直、感情豊か、人前で話すことが得意、センスや感覚を大事にしている、即断即決、あと、右脳的とか、体育会系のノリが得意とか、あと、一対多、一人対多数が得意。まあ、こういう特徴がある人が、いわゆる赤い炎タイプのようなんですよね。で一方で、じゃあ、青い炎のタイプはどんな特徴かっていうと、感情の波が少なく、いつも温厚。自分の主張はあまりなく、いつも相手の話に耳を傾けている。一見するとドライだけれども、奥底に信念やこだわりがある。かっこ頑固とも言える。あとはですね、コツコツが得意とか、イエーイというようなノリが苦手とか、あとは電話が基本苦手とか、体育会系がちょっと苦手。あと、1対1が得意って書いてありますね。まあ、なので、結構正反対な、特徴を持ってるのが青い炎と赤い炎のようなんですけど、まあ、ちょっとこれ見た時に、ああ自分は青い炎だなと思っていたものの、まあ、いくつかは赤い炎の特徴も当てはまったりするので、まあ、何気に混合型、まあ、そんなものがあるかどうか知らないんですけど、まあ、混じってるのかなと思ったんですが、まあ、確かに青い炎の方が自分に合う特徴が多かったかなと思ってます。で、まあ、自分が青い炎タイプっていうのはいいかなと思うんですけれども、まあ、ちょっといろんな記事を読んでみますと、やっぱ大事なのは相互補完のようなんですよね。つまりもし自分が青い炎のタイプであれば、赤い炎の人を何事においてもパートナーにしていくとうまくいく可能性が高いというということみたいなので、まあちょっと自分の身の回りにいる赤い炎タイプの人をちょっと考えてみたんですが、まあ、確か何人かいるなと。で今の時点でこう関係がある人もいるなと思ったりするので、
まあ、そういった人たちとはうまく付き合えてるんじゃないかなと思う一方で、あまりスムーズにコミュニケーションが取れない人は青い炎タイプのような感じがするので、プラスマイナスの関係みたいに、ちょっと青い炎同士は、まあ、合わないときは合わないのかなともちょっと思ったりしました。でちなみにですね、青い炎タイプの人は、まあ、いくつか気をつけた方がいいことがあるみたいで、一つがですね、感情が見えにくいので自分の態度や感情を表に出すこと、これが大事だそうです。そうじゃないと周りからは何を考えているかわからないと思われるということで、まあこれ確かに自分該当するなと思うんですよね。なんかやっぱ自分の意思でこう仕事とか作業とかやるんですけど、それがなんで必要なのかみたいなところまでこううまく共有できてない時もやっぱ多くって、でかつまあなんかその物事が起こったことに対してそれはないなーとか、まあ内心ちょっとイラッとすることもあったりするんですけど、まあ、それはあまりこう表情に出したりすることがないんですよね。だから多分周りからしても何考えてるんだろうって思われることが確かにあるなというのは実感しました。なんでもうちょっと改めて自分の態度とか感情を出していきたいなと思いました。で他にはですね、例えばこんなのもありました。無意識的に物事を誘導的に進めたいと思っている、まあ、つまり自分の思うようにコントロールしたいっていうことみたいなんですけど、その分コントロールできない場合はもうそれを、その状態を許すことができないと思ってしまうそうです。なんかこれもわかるんですよね。こう自分ではうまくこう進められてたと思ったとしても、実は相手とミスコミュニケーションが生じてしまったみたいなことはあって、で実は今もちょっと臆してしまってるんですけど、やっぱなので密なコミュニケーションが必要っていうことなんですかね。ちゃんと自分の感情も出して、何を考えてるかもちゃんと文字とか言葉で伝えて、それを聞いてもらった上で相手にアクションを求めるみたいな、ちょっと自分が思ってる以上に丁寧なやり取りを心がけないと、より多くの人とはうまく付き合っていけないんだろうなっていうのを感じました。改めて思いました。ちょうど今ちょっとメンバーとね、うまくいってないことがあったりするんで、ああそうだなっていうのをちょっと今振り返ってるところです。まあこの2つの点はちょっと特に気をつけたいなと思います。はい、というわけで今日はですね、赤い炎と青い炎の話をしてみましたが、皆さんはどちらでしょうか。ぜひまた僕と話す時がありましたら教えていただければなと思います。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。